先週の金曜日に、久保さん、人事課長とそれから岡田君が来まして、職員の食事、昼食の、補助の件で、相談がありました。で、センターの方も、職員の給食代に対する補助を充実させるか、あれ中身を向上させるか検討しているんだけど、ライフタイムマビでも、意見を言ってくださいと。で、現在の状況は、お弁当屋さんに450円のお弁当を頼んで、ご飯とお味噌汁をつけて、で本人負担は390円と。でただしこれはそんなに利用者いません。で、これの部分、この福利厚生の部分を今後まあどういうふうにしたらいいか、まあ、皆さんのご意見を聞かせてくださいということで、まあ、ご意見は各職種の長なり、部署の長なりに役職者の方に、集約していただきたいと思います。はい、では、今日は、紹介、はい、させてください。おはようございます。今日から実方さんが着任されます。入所のひなさんの後任となりますので、入所の専任職員として、入っていただきます。で、2週間程度はデーのちょっと研修をしていただいて、その後入所の方の研修に入るようになりますので、よろしくお願いします。ちょっと実方と言います。デイサービスはほとんどちょっと経験がなくって、1日2日傷だったぐらいというか、施設にいた頃人が足りないということで行っただけなんで、よろしくお願いします。で、10年ぐらいはもう施設で働いてないんで、勘を取り戻すのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いや、研修報告をお願いします。はい、おはようございます。続けて研修報告させてもらいます。この前1月18日ですけど、大熊楽美さんと一緒にお昼から、コンベックスの方に行かせていただいて、介護現場におけるメンタルヘルスの対策ということで、研修へ行かせてもらいました。で、メンタルヘルスということなんで、うつ病とか、躁うつ病とか、あと、統合失調症であったりだとか、種類はあるんですけど、今回うつ病に、メインでお話しされていたと思います。で、まず介護現場におけるストレスというのはどんなものがあるのかというのを、グループで、4人グループでちょっと簡単に話し合って出たのを言わせてもらいます。まず最初に人員不足で、その後人間関係、職員であったり利用者であったり、利用者の家族であったり、あと事業所間のズレ、あと、配置転換、あと業務内容、休日等の変更と挙がってます。で、特にこの人間関係っていうのが、介護職が退職する理由のナンバーワンです。給料の方は多分3位かそれぐらいか4位かそれぐらいなんですけど、やっぱり人間関係が、ちょっと不安定になってしまって、辞められるという方が多いです。で、例に挙げたんですが、ストレスっていうのはどういうものなのかって言ったら、ボールがあったら、それが圧力、ボールに圧力をかかって、歪んだり歪んだ状態で、それが人間関係であったりとか、仕事の忙しさであったり、気温の変化であったりとかあります。で、その他、そのストレスに関して、組織のこと、制度のこと、人のことというストレスは、すぐには解決しないストレスで、時間がかかります。で、次に行きますけど、次、管理者の仕事ですね。で、しましては、自信を持つ仕事のできる環境を作るであったり、人間関係の調整であったり、部下の育成、指導、教育、あと部下との積極的なコミュニケーションをしてくださいというふうに言われてました。で、積極的なコミュニケーションで、一番目、気配り、気づき、観察、声かけで、この5番目の傾聴、アセスメントでも、アセスメントの勉強で何回も、聞いたことあると思いますけど、傾聴というのを、言われてました。で、その積極的傾聴法としては、自己一致、共感的理解、受容的態度、
で、あとまあその受容的態度の中でまあ気持ちや感情をしっかり受け止めてください。で、あとまあ表情や言葉も、表情もね、あのお話をするときには穏やかな表情で、ね、言葉も、ね、優しい言葉で、して、まあ、理解しているよっていうのをこう、まあ、相手に伝わるように持っていってください。で、ただしその上司に当たる人とか先輩職員に当たる人も同じようにストレスがあるので、話を聞いてあげるばっかりではなくても自分の、どう言ったんですか、ストレスの発散方法をよく知っておく必要があるというふうに言われてました。はい、以上です。続けて交代させてもらいます。私の方は瀬野さんが心の方の担当してくださいました。私体の方の担当で、今労災等で一番多いのが腰の腰痛ということで、結構これが、サービス業の中で増えてきてるので、以前は建設業等が非常に腰痛の方は多かった、一番ぐらいに上がってたんですけれども、最近は介護の方をさ携わっている方が非常に多くなりましたので、サービス業で増えてきているという現状があるということで、労働災害の防止対策というのは国の方が定めてやっているものがありますので、その中の一環で介護現場でもやっぱり腰痛の対策を今後きちっとしていかなくちゃいけないんじゃないかというようなことで、今回、まあ、心の方は瀬野さん、私は、腰痛体の方でということで、森保先生の方にお話をお聞きしています。腰の負担の方なんですけれども、ちょっとここが骨盤と脊柱とということで、通常どうして腰痛が起きやすいのかっていうようなのをちょっと図式化してるんですけれども、腰の方はですね、斜めにまっすぐ上に乗ってるじゃないですかね、脊柱が。で、斜めに非常にずれて乗ってますので、これで痛めやすいと。で、何で支えているかというと、筋肉や靭帯で支えているに過ぎなくて、まあお年がいけば筋肉や靭帯も自然的に弱ってきますし、それからこういう不安定な状態で支えてますので、筋肉がちょっとしたことでも痛めやすいということで、まあ人口ですね、大体 90% ぐらい腰痛を経験したことがないっていうような人はいないぐらい、まあ、90% が腰痛の経験があるっていうぐらいで、もうほとんどの人が腰痛っていうような症状を経験するというふうになります。で、姿勢という腰の負担で、特に、立位、今皆さんがそういうふうにまっすぐ立ててらっしゃる状態を100というふうにすると、じゃあ寝てる状態だといくらぐらいの腰の負担かというと25ぐらいで済むんですが、これがお辞儀をすると、ちょっとしたお辞儀で150であるだとか、荷物を持てば倍以上220というような負荷がかかっています。で、椅子の座位は楽そうなんですけれども、椅子で仕事されている方いらっしゃると思うんですが、この椅子の仕事であっても140というふうな、負荷が腰にはかかってきますし、椅子でお辞儀をすると185だから、ほとんど立てて荷物を持つような感じぐらいの腰に負荷がかかるという形になりますので、座ってるから決して楽なんだとか腰痛が起きないんだと、そんなことは全くないというような姿勢と腰の負担からはちょっと考えられるかなというふうに思います。で、予防していく上で何が大事かといったものが、まあ、4点ほどあるんですけれども、ちょっと一番下のこの自己管理のところを皆さんの方は一番大事かなと思いますので、見ていただくとですね、コルセットをよくずっとつけられてお仕事されている方がいらっしゃると思いますが、腰痛になられてコルセットを使うというのは、まあ、急性期とか特によく使われるんですけれども、これが落ち着いてきてですね、急性期過ぎられた後にですね、コルセットをいつまでも使ってコルセットに対する過信を持たれていると、腰痛はもっとひどくなるというふうになりますね。なぜかというと、コルセット一時的にぐっと力を入れたりするときには非常にいいんですけれども、これをずっとつけておくと筋力を使いませんので、筋肉そのものを使いませんので、筋力が弱ってくるということで、腰痛の方の悪化を、まあ、外してちょっとも動くときには招く可能性もあると。じゃあ運動すればいいのかということで、適当な運動は非常に必要で、筋力を維持していくための運動をしていただかないといけないんですが、腰痛起こる原因は何も、
筋力がないだけではなくて使いすぎである疲労だとかっていったものも大きな原因になりますので、運動と休息っていったものをきちんと取られて、なおかつ、腰痛の方はあまりコルセットを過信せずに常日頃から自己管理に努められて、やっていっていただいた方がいいかなというふうに思います。予防のためにどんなことが必要かっていう要点は主にですね、管理監督をに携わっている方々がちょっと知っておいていただいて、それをもとに現場のスタッフに言っていただいたらいいかなというふうに思いますので、4点だけちょっとお伝えをしておきたいと思います。1点目が作業姿勢と動作ということと、あと2点目作業準備ですね、仕事の手順であるだとか、それから、動作の流れの決め事であるだとか、そういったものをきちんと守ってやられてた方が腰痛の予防を起こさないための流れっていったものがあると思いますので、そういったことに気をつけておいた方がいいと。あと介護者の適正配置です。これ人員不足だとちょっと無理をしたりとかっていうようなこともあると思うので、管理監督に携わるものはきちっとここら辺は配慮しないといけないだろうと。あと施設設備の改善ですね。人ばかりで何も介護っていったことはしなくてもいいんじゃないかということを提言されてましたので、施設の中で設備を整えて道具を使うことで予防ができるのであれば、そのように整える必要があるだろうということになります。で、現場の人たちはこういったことを知っておいていただいて、ここを改善してほしいんだだとか具体的な案を出していただけると、それを役職等が拾い上げていって腰痛の予防になるっていうようなことを計画していけたらいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、ちょっと長くなりましたが以上です。